日本東京都足立区、花畑花畑記念庭園花畑は、東京都足立区北東部にある地名。現行行政地名は花畑1丁目から8丁目。住居表示実施済み区域である。郵便番号は121-0061。隣接する地域は、北はおおむね、毛長川を境として、埼玉県草加市、瀬崎、北東の一部は、 埼玉県八尾市西袋、東は綾瀬川を境として、埼玉県八尾市大曽根及び、浮塚、南は足立区南花畑、西は足立区放木間。講義の花畑は、旧東京府南足立郡花畑村に属していた区域全体を指し、その範囲は、現行行政地名の花畑、南花畑に加え、新名、新名南、立沼、 むつぎ、やなか、北貨平町、貨平、西貨平に相当し、現、新名一丁目に、花畑村役場が置かれていた。七丁目に、浅草はじめ、各地のおとり様の本社と言われる大足神社が鎮座する。農村から発達した住宅地域で、集合住宅も多い、のどかな町である。現在、東部で、土地区画整理事業が進行中で、 古い家並みや湾曲した古道が姿を消しつつある。花畑団地成立以前の集落名住宅地の地下は、2017年の工事地下によれば、花畑4から34から1の地点で23万2000円、平方メートルとなっている。1889年の市政町村制施行に、伴い近隣八家村が合併し、近代行政村として成立した際に名付けられた。 地名である。昭平七年の古文書に、鎌田として登場する東京都区内屈指の古村である。その後、花又と表記されるようになり、江戸時代は一貫してご了承であった。上記の合併に際し、うち最大だった花又の名に基づき、花畑が誕生した。これは、花又の美少地名であると同時に、花又村のままでは合併した諸村が、 従属的立場となり好ましくないとの配慮から付けられたものである。王は死神社に伝わる縁起によると、花又という地名は王徳年間頃まで遡るというが、元より伝説の息を出ない。後三年の役で王州へ向かう途中の源の義光がここを通りかかった時に木の根元に光るものがあった。取り出してみると、王は死の背に、 釈迦物が乗った和紙明人の存像であった。その時片原の川が、源氏の白旗のように、花又綾に光った。そこで村を、花又、片原の川を、綾瀬と名付けたという。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。なお、足立区では、 学校選択制度を導入しており、区内全域から選択することが可能。ただし、小学校に関しては、2018年度から学区域、または学区域に隣接する学校のみの選択になる。主要幹線道路及び鉄道路線はない。一時期置かれたレンガ工場を除き、1964年の花畑団地誕生までは、ほぼ純然たる。 農村地域であったと考えられる。1978年2月に住居表示が実施された。その際、南花畑の一部となる旧、匠、本町の住民による反対運動があった。1858年、幕府を食いしに登用された青木春隊は、当地出身とする説がある。AB、足立区の町定別の世帯と人口。足立区。 2017年12月7日閲覧 AB、郵便番号。日本郵便。2017年12月7日閲覧市外局番の一覧。総務省。2017年12月7日閲覧国土交通省地下工事、都道府県地下調査、区立小中学校の通学区域表、通学区域図。足立区。2017年12月7日閲覧 学校選択制度について、足立区、2017年12月7日閲覧。小学校の学校選択制度の改正について、足立区、2017年12月7日閲覧。足立市大改編160ページ。ありがとうございます。